題名のない特別オーケストラ講座へようこそ。画期的なこの講座は、ただご覧いただくだけで、皆様に一流のオーケストレーションを習得いただけます。つまり、これさえあれば、音大受験の苦しみを知らず、あなたも立派な作曲家というわけです。早速本編に進みましょう。でも、その前に、皆さんは作曲家がどんな技で私たちの心を引き寄せるか考えたことがありますか？引き寄せるとは感動させるという意味ですね。では始めましょう。最初の技、それはメロディーの魅力です。まずは主題となるメロディーを作ってみましょう。まずは音の高さを決めましょう。あなたのお好みの高さを実際に聞き比べて決めるのです。またちょっと強調したいときには違うオクターブを一緒に鳴らせばよいのです。作曲家はとにかくたくさんの音を使い複雑なメロディーを作ります。しかしあなたのメロディーがいくつかの音をひたすら繰り返しやや単調になったとしても全く心配ありません。その時は自信を持ってこう呼びます。前衛音楽。さてメロディーに陰りを持たせるにはどうしますか？こんな風に単調の和音を使うことも可能です。しかし、単調の和音は使い方によっては大げさで、場合によってはお涙頂戴になります。それがお望みの雰囲気であれば引き続き単調を使います。でもそろそろ明るさが欲しくなったら長調の和音を欲しく。しかしそろそろ新しいメロディーを提示しなければなりません。程よいところで最初のモチーフに戻ることもお忘れなく。幸いにもあなたが100人編成のオーケストラ用に作曲ができるのであればその迫力を存分に使うべきです。全部の楽器を一気に鳴らせばよいというわけではありません。まず大切なのはそれぞれの楽器が持つ独特のニュアンスを知る必要があります。例えば木管楽器はおどけた雰囲気になります。金管楽器は堂々とした感じです。漂わせます。しかしもちろん楽しげな雰囲気も出せます。ピチカートで弾けるように、そしてレガートはメロディーを優雅に響かせます。そしていよいよ曲を盛り上げるときには効果的に強弱をつけてみましょう。
一つになり盛り上がっていくことなのです。こうして初めて音符に託された作曲家の気持ちは楽器を通して私たちの心に語りかけるのです。グループの皆さんでした。また後ほどご登場いただきましょう。